はい、じゃあ今日も動物の森をやっていきます。今日は博物館が立つ予定なので、博物館ちゃんと立つかどうか見ていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。あ、バラが咲いてる。あ、メールが来てますね。ちょっと先にメールを見ましょう。ハッピーホームアカデミー。あ、そうだ、新築忘れてた。ナチュラルに出てきちゃったけど新築だった。そういえばプレゼントをちょっと見て、木製のローテーブル。あそこに死んでる人いますね。ちょっと声かけましょう。ジョニーさん。え、それだけ？たぬきちさんに話しかけないといけないのかな、先に。その前にここの状況を見ましょう。あ、開発中。なるほどなるほど。じゃあ明日には立つってことかな。じゃあたぬきちさんに先にジョニーさんの加減を聞きましょう。たぬきちさん。マイルで払えるってしたらマイルで払えたのかな。まあいっか。オッケー。え、待って、ジョニーさんのこと何も言ってくれなかった。うん、ジワちゃんさんにゾンビのペジーターだけど、プジーターを頼むときにマジラジーベコジラなの。じゃあちょっと待って、今日の目的だった博物館はまだ立っていないということですね。ジョニーさんの様子が心配なので、もう一回、その前に化石掘りしましょう。はい。そうか、ジョニーさんじゃない。博物館がまだできてないから、化石掘っても化石の鑑定もできないんだね。ジョニーさん朝にならないと起きないのかな。ダメだ。じゃあ飛行機に乗れるということなので飛行機に乗りに行きましょう。こんな夜だけど、あ、拾っとこう。こんな夜だけどここに埋めた桃の木がね、なりつつありますね。飛行機飛んでくれるのかな、こんな夜だけど。何かいる。あ、網がない。待って、網がないと飛行機乗っていったとしてもさ、微妙じゃない？網と魚釣り必要だね。マイホームできたのに家の中見るの忘れてたよ。おお、ちょっと広くなってる。じゃあ網作ろう。で、釣り竿も持ってるから、これで他の島行っても大丈夫だね。じゃあ飛行場に向かって飛行機でどっか違う島に飛びたいと思います。よし、じゃあ飛行場に到着。こんばんは。モーリーさん。DAA。なんだろう。ダルかな。はい、よっしゃ、やったー。あ、これで作れるんだね。お、ちょっとこの花は持って帰りたいね。いきなりー
あー刺された。ねえやだー、顔腫れるじゃん。あー可愛くない。しょぼーん。あ誰かいる。やっほー、アップルちゃん。そうそうそう。おお、かわいいね、アップルちゃん。いいよ、いいよ。よし、これ、ヤシの実は持って帰りましょう。あと、なんか珍しそうなものあったら持って帰りたいけどね。あ、これは化石？掘っちゃおう。おお、やった。結構これいいんじゃない、化石。オレンジの花ももらっていこうかな。あー結構狭い島なんだね。ちょっとこれガンしよう。ガン。あ、下手下手、めちゃくちゃ下手。はい下手。ねえ、何こ、な、何この下手さ。ここもガンってして、違うよ。ねえ本当に下手。よしよし、違う違う違う。ねえ下手すぎる、下手すぎるよ。壊れた。どうせなら釣りもちょっとしていきたいか。待って、あと2個しか。あ、雑草、雑草捨てよ。粘土も別に捨てたらいいか。ちょっと池釣りしていこう。初めての池釣り。なんだ？コイ！やったね。やっぱ池だからコイがいるんだ。ニシキゴイ！すごーい！ニシキゴイはすごいよ。こりゃすごい。いいものゲットした。いや、来てよかったわ。もう持てないから雑草をこの辺に置く。もう一匹釣ろうかな。だって鯉だったらちょっとね、高いよね。高く売れる。鯉。よしよし。じゃあ帰りますか。もう持ち物いっぱい。帰りましょう。お世話になりました。いい島でした。帰りたい。はい、ないよ。うん、 OK。 ダル、帰ってきた。よかった。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。次回はね、博物館が出来上がってると思うので、博物館に寄贈するものいっぱい持ってるので、その辺もね寄贈して素敵な博物館を作っていきたいと思います。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他に動画もたくさん上げてるので、ぜひ見ていってください。それでは、バイバーイ。
Thank you.